ユーミンな、ハンティングライフ楽しんでいるかな？ワイワーマッチョです。今回はチャージアックスの超高出力解放斬りをひたすら連打して、ウカムルバスを買っていこうと思います。ただ、ウカムルバスもね、図体がでかいから、入れるチャンスはいっぱいあるんだけど、その超高出力をね。丁寧に立ち回らないと、突進とかで被弾して命持っていかれちゃうから、ちょっと慎重に超高出力を狙えるタイミングで気持ちよく撃っていこうと思います。で、使っていくのが、攻撃力が最高倍率で、白長でスロット2の火属性で、強属性瓶だね。もうこの火と強属性瓶っていうところが、まあ一番大事かな。正直ゴール系かっていうと、ちょっと準ゴールというにも何ともっていう感じなんだけどね。しかも結局白長なんだけど、技物がね、ちょっと欲しいなっていうことだったんで、技物を入れてきました。発動スキルが火属性攻撃強化プラス3と技物と、能刀術。多分、これあるとね、結構楽だと思うんだよね。ちょっとまだ試してないんだけど。で、装填スアップ、属性攻撃強化という風になっています。ここの下2つと、上のこの火属性攻撃強化。この3つが、必須スキルになるかな。超高ぶっぱで火属性攻めるんだったら。はい。ということで、じゃあやっていきます。対戦よろしくお願いします。よし！よろしくな、ウカムルバス。どれだけ俺を楽しませてくれるかな。超高スルクぶっぱひたすら打ち込むの。楽しみで仕方ないぜ。よし。前の装備だとね、ガセ入れてたんだけど、あ、違う。なんか意外とね、ガセ入れてても通常攻撃で、なんかのけぞっちゃうから、なんかここの方向のところを、相殺できるぐらいでしかさ、そのガセの使い道がない。早すぎた。まあ、ここぐらいでしかさ、ガセ2の使う場面がなかったから、ちょっとガセ2やめた。普通に技物にしてみた。真剣一体でもよかったかな、ワンチャン。あ、いい、ノート術いい、ノート術いい。増弾のピアス使ってる分、俺防御力下がるからさ、低いんだよね、防御力がね。だからこのリカバリーのために、一応持ってきた。ノート術を。よし、図体がでかいからといって、ゴリ押しが通用するわけではないからな。まあ、なんかさっきも言った気がするけど。よし、一旦こかしてからの、ヒゲ超高出力解放ギレギレ。よしダメージ見えてたらすごいことやってんだろうな、これ。気持ちよすぎんだろう。で、ひたすら後脚で。また転んでくれたら嬉しいけどね。ちょ、スリップやばい。本当にスリップやばい、こいつ。一旦属性だけ。よし。瓶3つでいいよな、これ明らかに。瓶3つで、縦強化して、あと瓶回収するみたいな。動きがスムーズではあるよね。からの超高出力解放切り楽しい。からの、大丈夫、緑ちゃべり、粉塵もむ、大丈夫、粉塵もいて、もんでおいてよ。やばいよなんで食らわなかった今の、逆に。もうこの世の声じゃないようなマンドラゴンの叫び声出したけど、なんで今の助かったの、今ので。よく助かったよな、逆に。無被弾で過ごさせてくれてありがとう、浮かんでるもん、むしろ。突進来そう。突進結構さ、持ってかれるからさ、体力。あんまり過信しちゃいけないんだよね。こいつがガバガバだっていう。なんだろう、動きが。慢心してると分からされちゃうから。はじかれていくからの、超高出力解放ギレギレ。よーし、腹壊れないかな。もうなんか腹はついでみたいな感じで狙ってはいるんだけど、いつか壊れてくれたらいいな。全体的に肉質が、火属性の通りが良くなるからね。例えば尻尾が25だとしたら尻尾が30になるみたいなね。砲脚は火属性15のまんまなんだけど、基本的にどの部位も火属性がプラス5通るようになるから、腹は積極的にちょっと狙っていきたいところではあるね。ただ狙いたくても狙いづらいっていうのがあるんだけどな。ちょっとすぐ一回ギリギリ。よし、で今のうちにちょっと腹殴っておこう。気持ち壊せますようにの。突進やめてね。よし、まあ普通ガードで生きられればそれでよし。結局生きるか勝てるかどうかの話でもあるからな。おつってばかりではいられないからな。おいよ、ちょっと怖いぜ、この体力だから。でもしのげた、いくぞ、超高出力解放ギリ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 。よー
気持ちよすぎんだろ。よし、ちょっとあの背中弾かれっていうのかな、たまに傷なんだよな、こいつがムルバス。もっとお利口さんだったらいいんだけど、こうするけどこれ転ぶんじゃない。オッケー。ねえ、5発で5便で縦強化にしよう。よし、結構潜るね、思ったより潜るな。脳当術やっぱこれつけてきてよかった、本当に本当につけてきてよかった。これマジ絶賛活躍中なんだけど。で俺はウクムルバスに通信交換申し込むぜ。あーハマっちゃった、突進ランス見てハマっちゃった、背びれのところにちょうどフィットしちゃった。よりによって一番よくねフィットの仕方。ちょブリブリ、そこ何もいない、そこ何もいない。砥石使うか、さすが早くない。あでも研磨飯だったからよかった。まだ、いやこれは入れ違いの申し込みをいこう。よし、上限の鬼じゃないけど、よし行くぞ。チャオタシュー解放ギレキ、あー楽しい腕壊れた、腕壊れた、腕壊れたぞ、引いてるぞちゃんと。からの、よし冷静、冷静に冷静、沈着、そして喜び、それが大事だからね、この資料において。その3つが、その3つが大事ですから。で突進を、とにかく突進を気をつける。突進がやべえからこいつマジ。何がすごいかって言ったら突進がやべえな。おーし行くぞ、ご両親チョコシュー解放機、よし、まあ当たるだけ当たってくれたりはしてるんじゃないかな。いいね、ここはガードしよう、スイガードしてね、あと瓶回収とさせていただこうか。ナイス、一回判定拾えばその後は判定はなくなりますからな。いいね、背中硬くても心眼のモーションがありますから、心眼モーションが効かないね。おっ、よー、ちょうどコロ奇跡や、いくぞ、チョコシュガー解放ギリギリギリ、いやー楽しすぎる、ちょこ尻尾もげた、なんでだよなんでもげるんだよ、なんか尻尾もげて、なんかぶっ飛んだんだけど俺、何が起こってるんだよ。もう JP 一応あれなんだ、もう縦強化できてれば惰性にいらないんだね。高出力解放切り出します、ただの単発からの尻尾めがきて、ちょこ中華解放切り、よし、腹壊れてるかちょっと分かんないんだけど、腹壊れてれば尻尾25から30に変わってるからな、火属性。やばい、さすが一筋縄ではいかない、さすがセカジーのラスボス、やりますね。でも手応えはあり、ありにあり余ってますよ。もしかしたらもうすぐ終わって、いやでもどうだろうな、それは過信しすぎか、さすがにウカムを舐めてる、さすがに。ちなみにこれただのキークエのウカムだから体力は底知れてるんだよね、言うて普通の G3 ハンターが勝てる難易度ではあるからな。ね、よし、一旦瓶を補填してと、砥石も、これも使ったからな、耳栓なんか使う機会はないから。あとあれか、いやでもスタミナ言うて大丈夫だよね。いやどうせ潜ったらもうグレトンも、ん、奥行った、これどっち、あーこっち、うわもうマシタやめろマジでお前それここだけどさ、なんかあえてマシタ狙ってくるよねこいつ、潜伏してずるくねそれ、ちょうど当ててくるのね、ちょうど潜伏したどこだろうって、なんか声近づいてくるマシタね、マシタね、意外、それはマシタ、真下から掘って出てくるよ。いや、いける、いくぞ、チョコシュク解放ギレギレギレ、いやおー楽しい楽しすぎた本当にもうちょっとだったね気持ちすぎだろなんだこのチョコレンダ、なんか慣れた、浮かぶの動きに慣れたね、あの後半になってきたら、もうなんかどこの隙に打ち込んでいいかっていうのが分かりきったから、
それだから得られたこの勝利ですな。思ったよりひるむ、思ったより。非属性特化とかこういうの弱いんだな、やっぱな。いやーでも楽しすぎたな、余韻がすごい。頭がね今飛びそう、頭真っ白になりそうな感じがする。なんだこれは、とんでもねえ、とんでもねえ武器だったぜ。まあ普通か、普通だけど意外と重角ないな。重角出づらいとかそういえばなんかあったような気すんな。こいつもう3つ出てきただけまだマシなのかもしれん。方天玉、そして方天玉と肩を並べた数を有してるこの重角、いかに出づらいかが分かるな。なんで方天玉が余ってるんや、逆に。逆になぜ余る。8分16 はいや。ということでご視聴ありがとうございました。他にもまだまだジュンゴールガンラストはいろいろねあるんで、そちらの動画も出すと思うので引き続きよろしくお願いします。じゃあご視聴ありがとうございました。さよなら。ありがとうございました。